ペッ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 、はい、ラーメンにしてみる貴族です。今日はですね、また再び、ゲストが来ていただいております。今日のゲストは、美人すぎるディーラーのゆいさんです。どうぞ。こんにちは、美人すぎるとかディーラーのゆいです。お願いします。なんか自分ではない方がいいな今日はですね、はい、大井町にできた新店麺屋時知らずさんというところにね、行こうかなということで、で全然これ余談なんですけど、僕のチャンネルなんかラーメンが好きなポーカープレイも何人か見てくださってるんですが、リサ、この後は空港に行かれるんですよね、はい、あ、そうです、はい、で、ちなみにどこに行かれるんですかラスベガスに行きます WSOP っていうね、ポーカーの世界大会があるんですが、それのメインイベントはね、実はもう終わってるんですよ。終わってるんだけど、サイドイベントでそうです、日本人がいないそうですね、ほぼ終盤戦なんかベガスに行ったら、もしかしたらビジネスすぎるインディアンになって帰ってくる別にインディアンが行った地域ではないんですがね、ということで、じゃあ早速行きたいと思います、はい、これ美人にこんな優しくされたら惚れちゃいますよね。意味わかんないですよね。ラウターでラーメン食べるんですか。あ、ラーメンは結構食べます。どういうことですか。モデルさんでラーメン食べて体型維持してる方ってあれすごいですね。やっぱ運動されてます。まあ運動はまあちょこちょこ。なるほど。まあなんか食べた後に、はい、次の日とかに調整したりとか。はい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 、はい、そういうのでかなってます。なるほどですね。俺ら一切調整しないですもう甘やかして甘やかして。食べる量がすごいですよね。あ、なんか一回に食べる量がすごい。だからなんか昼ご飯とか食った日は、うん、夜ご飯まず食わないですね。まあそうですね、はい、まあそりゃそうでしょう。さすがに昼3杯とかだったらちょっとさすがにお腹空いちゃうんで夜は。はい、なんですけど、いや俺昼2杯でも食わないです。あ、本当ですか、はい、それはちょっとまだラーメン屋が足りてないかもしれないですよ。昼2杯っていうか1日で2杯で終わりにしちゃいます。1日2杯もすごいけど足りてないから。あれどこですか、そこ出たとこかな、うん、大井町は結構ラーメンがあったりするんですか、はい、ラーメン屋さんは。あ、まあ多いですね、はい、あれですね、やっぱ都内はね多いですよ、どこ行っても。蒲田も近い、大井町も都内の隣、蒲田もラーメンの聖地ですしね。結構歩っぽいですね。結構歩きますからね。そうですね、俺だったらタクシー使ってましたね普通の人はこの距離歩きますよ。本当ですか。この距離歩きますよ。いや結構きついですよ。俺徒歩2分までしか歩かないって決めてるんで、徒歩3分以上はタクシーかなって。やっぱタクシー使う人がいないと廃業しちゃいますから。まあね、経済回す、はい、そうなんですよ、経済回さないと、うん、まあね、ぐーたらしてるのを後継化してるだけなんですけど経済という言葉を使ってちょっとね、俺に近づきすぎなんです。愛が溢れてたかもしれない。俺がペース落とすと2人が接近してくる。なるほど、愛が溢れてたかもしれないですねラーメン週何ぐらいのペース、週1とかですか。いや、週食べないか、2週間に1回くらい。ああ、まあまあそうですよね、モデルさんだしな。ちなみに先ほど美人すぎるディーラーって言った通り、まあモデルマリスト、いわゆるポーカーのディーラーさんもやってるんですが。そうですね、普段どこら辺、まあ何店舗か巻いてると思うんですけど。普段3店舗で巻いてて、はい、赤坂のサロンでポーカーっていうところと、はい、桜坂のステラっていうところと、はい、六本木のクイーンズタウンっていうところで。あ、新しいですよね、クイーンズ。はい、新しいところでもやってます。みんなおしゃれなとこじゃん。全部ね、おしゃれなところ。ね、シャレオツなとこが好きなんですね、はい、やっぱ。住宅街の中に住んであるラーメン結構ありますからね。確かに。ポーカーの出会いはいつだったんですか。ポーカーはもう1年半ぐらい前に、はい、まあそれも友達がリーダーしてて、はい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 、それで教えてもらってっていうきっかけは。なるほどなるほど。あれ、これゆいさんのご出身とか聞いても大丈夫。あ、大丈夫ね。書いてる、どうしました。麺だけどもみたいなだけどもだけど、美味しそうですね。すごい美味しそう。
多分煮干しを、我々ちょっと煮干し好きなんで。私は煮干し大好きです。すいません、ありがとうございます。この美人にこんな優しくされたら惚れちゃいますよねこれ、うん、これちょっと困りますよ。ちょっと美人に優しくされる。ありがとうございます。いいよ、ほら、せよいしょ。ラオタって麺だけ食べるんですよ、最初つけ麺。意味わかんないですよね。ラオタ大体ね、麺だけ食べるんですよ、最初。実はみたいな。これじゃあもういつでも人詰まりになっていいやろ。そしたら第2弾コラボしたらね、ゆいさんが人詰まりだから今度ビジネスで人詰まり出るかもしれないね。そうっすね。スーパーですね。美味しかったんで、朝までです。ありがとうございました。いや、うまかったっすね。めっちゃ美味しかった。めっちゃうまかったっす。僕がもし、ですよ。
麺だったらこんな風に調理してもらいたいなこれなんかあるあるシリーズなんですよ。もし何々だったら大体人間じゃない。タクシー乗ります？いや、タクシー乗る距離じゃないです。徒歩2分までしか歩かないと決めてるんで、経済回さないと。いや、タクシー乗る距離じゃないです。ここっす、たぶん。ほんとっすか？いや、こっち。え、もうこの後すぐベガスですか？あ、そうで、明日の17時。この後もすぐ行くのかと思って、荷物つけられないですかみたいな。これはやばい軽すぎませんみたいなそうっすよね、この荷物現地で全部買って現地する気やみたいなということでね、今日は、ね、この音楽が流れて終盤になってきたということでビリ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 ということで、今日はね、美人すぎるディーラーのゆいさんとコラボさせていただいたんですが、どうするなら最後にあのお店の、はい、私の宣伝。あ、私の宣伝。はい、はい、さっきお話ししたポカのお店にもいるので、ぜひ遊びに来てください。また、メインの本業はモデル活動をしているので、ぜひ SNS フォローしてくれると嬉しいです。お願いします。好きな男性のタイプはちゃん、はい、もしかしたらフォロワーもっと増えるかもしれない。あ、そうかも。ポーカーが上手くて一途な方がいいですね。ポーカーが上手くてね、一途な方は俺だという方はぜひそうじゃない方ももちろんフォローしてほしいんですけど、はい、ゆうさんよろしくお願いします。ということで、次はですね、ゆうさんと別れして蒲田のね、新しくできた二郎系にね、行きたいと思います。バイバイ。ラーメンを全部食べることを頑張っております。ああ、そういうことでしょ。